YouTuber。 今日は日本の先輩たちと後輩たちと飲んでます。乾杯。動画になります。みんな出身が違うっていうね。そう、もう近いですね。関西弁、関西人あんまできないですね。あ、じゃあちょっと一瞬タメ語で。やっぱり関西弁だと若い。そうだから英語だと関西弁あんま出てこないねんけど。いいけど。ああ。俺も喋れんねんけど。ちょっと変よね。なんかタイム変とか言う。エセ関西弁って言われんねん。エセ関西弁。兵庫県と滋賀県もうちょっと違うんですか。全然違う。滋賀のこんな感じなの。滋賀の方向と絡んで違うんですか。私は京都より何とかシハル。僕らからさ、シハルとか敬語の感覚なんですよ。あ、違う。そうなんですよ。京都なんかさ、僕が兵庫やけど神戸のアクセント持ってないから、なんかその中途半端やねんけど、ね、僕らも大阪寄りやから。大阪寄りの兵庫弁、豊中とかでしょ。豊中だから、豊中に近い高槻とか豊中でしょ。だから僕は関西弁やけど、なんかちょっと変みたいな。兵庫もあるし、東北、九州、何もわからん。関西弁やん。あ、大阪も南はめっちゃきついっていう。播州、あ、兵庫の、姫路、姫路。あ、姫路、この辺も多分たんですよ。だそうです。東北、関西、九州、いろいろ楽しいです。台湾にはいろんな日本人がいますね。思うのは、関西人結構外国で出会いやすいんですけど、あ、そう、台北出会いにくいんですか。意外と少ない。